です。そう、今9時ぐらいから、そう普通にね、そう9時ぐらいから、そうパパママとドラマ見てた。そうなんか見逃してたやつなんだけど、そうちょうど、そう見逃してたやつで、そう3人で仲良く見てました。そう、そうドラマなんかちょっと怖いやつらしい、わかんないけど、あゆもそう途中まだ途中だから、そうなんかあんまわかんないんだけど、そうあんまりよくあんまよくわかってないけど、そうなんか怖いやつらしい、わかんないけどね。らしいっていうらしいです。そうドラマ好きでよく見ちゃう、そうって感じです。怖いやつ好きなのって、怖いの全然見れますね、見れるけど、でもあと他にはそう六本木クラス見たりとか、そうでもいろいろ、あのゆいゆいさんのも気になるし、そういろいろ気になるのある、まだ見れてないのも多いので見ていきたいと思います。はい、です、そんな感じです。そう何かでもおすすめのあったらぜひね、あの何かしらで教えていただいたら、いただけたら嬉しいなって思います。お願いします。はい、ってところですかね。そんな感じです。そう、そしてあーそうだ、あいさん今日メールでさ食べたものを送ろうと思ってたの、でもさ書類も終わってからじゃそう送れないので、明日送りますね、今日食べたの。はい、なのでメール取ってくださってる方楽しみに待ってください。あとでも今日さっきそうピレグミのブドウとレモンを調達した、そう調達しました。そうマスカットも買おうかもやったけど、ブドウとレモン、そうキウイ買おうと思ったらキウイなくてブドウとレモンにした。そうとトッポ買った、そう買いました、調達。お菓子調達 OK OK ってオッケーです。さ、レモンって普通に食べるの？どういうこと？普通に食べる？ん？普通に食べます、普通に食べますね。はい、よかったねだって優しい、よかったねってきて、よかった。なんかさ、そうなくなると買いだめって起きたくなっちゃう、でもすぐなくなるから、そう一生買い続けなきゃいけない
唐揚げレモン絞っていいですか？どうぞどうぞどうぞって。今日暑すぎて毎食後にアイス食べた。あ、今アイス食べた。今日梨のアイス食べた。そう、食べました。エアコンしろ。あ、忘れた。調べますね。じゃあこの後ちょっと忘れないように調べなきゃ調べますね。エアコンね、オッケーです。オッケー、オッケーでございます。サザエでございますオッケーでございます。じわ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 しちゃうね。じわじわたい。他に何か食べて、いろいろ買いました。他にも、はい、ですねすぐグッドマークしちゃう。愛ちゃんのおすすめのツータあったら教えてください。いろいろある、いろいろありますよ。じゃあまた今度まとめて紹介するね。紹介します。運動してますかって知ってないあ、でももちろんレッスンとかでは踊るけど、それ以外はしないね。なんか動かない、なんて言うんだろう、動かなくていい時は動かない。もちろんだってね、動かなくていいんだもん。動かなくていい時は動きたくないよね。それはそれ。そう、うん。カッパ飯って何？カッパ飯食べたって来てる。カッパ飯？何カッパ飯って。何カッパ飯？え、ご飯の上にきゅうりがドーンみたいな感じですか？え、そういうこと？待って、違うかな。そういうことだよね。え、違うのかなカッパ巻きか、それはもう。どういうこと？面白い、初めて聞いた。カッパ飯？え、何それ、初めまして。何なんだろう、ちょっとコメントで来なかったら調べよう後でヤーコンとカッパ飯ね、 OK 調べよう。大ちゃんの体力がみじんこになっちゃう。だって確かにもうそろそろ多分ね、まあ言う、なんだろう、全然別に多分発揮すればっていうか、本番には強いタイプだから、そう大丈夫。そう、リハまでがちょっと弱いんですけど、本番はね大丈夫なタイプ。そう、大丈夫タイプです。そうなの、本番だったらなんか体力無限。そう、無限になります。すごいでしょすごいでしょ、ね、すごいんですよ。こう見えて、そう、多分アドレナリンがちゃんと出るタイプ。そうちゃんとアドレナリンが出てるんだと、シンプルに。この間ね、モーステレビで登山企画あったけど大丈夫。アイ出てないから大丈夫。アイはそう、その企画出てないので大丈夫。大丈夫です。無限になるのすごい。でも家帰ったらフラフラそう。
え、でもね、でも帰る頃からフラフラではあるよね。でも帰ってからとかじゃ、もう帰る頃からもうフラフラ、終わった瞬間からもうやりきったってなる。もうそこでやりきったってなって、お疲れってなる。そう、そう、登ったらってこと、あ、そういうこと、登ったらってこと。登でも多分それはもう仕事になるから大丈夫なんですよね。多分割り切れてるんだと思う、ちゃんと。多分そこが、そう、多分もちろん、なんて言うんだろう、なんか本番、そう、大丈夫だと思う、先生。そう、大丈夫です。割り切るね、だって。そう、割り切ってる。待って待って、コメントでさ、ゆいゆいに電話したよって。なんでゆいゆいさんに、なんでゆいゆいさんに。ゆいゆいさん、先生会ってないな、会いたい。ゆいゆいさん本当面白い、可愛いのに面白い。え、待って、蚊に刺されてる。え、全然さっきも刺されてたかも。見て、ここ、ほら、ちょっと見えるか。あ、でもそうだ、あい、でも違うよ、あゆ LINE 入ってんのこの携帯だからできないや。あい、できないです。なんかゆいゆいさんの背景が変になってるってなってる。でもそう、そうなんです、ごめんなさい、できないです。あゆ、そこ、この携帯入っちゃってるから。そうなんですよ、すいません、本当にすいませんなんですけど。誰かいないかな、配信してる方。あ、止まってるって。あれ、大丈夫だって。止まってるよって来てる。あ、大丈夫っぽいって、よかった。ゆいゆいさん、よかったです。でもね、そうだよね、なんか切れたと思っても切れてない時あるし、逆になんか切れてないと思っても切れてる時あるしね、ね、難しいよね。配信始めてると思って全然始まってない時もあるし。そう、全然さ、全然さ、押したいのにさ、全然なんか始まらない時あるの。そう、え、始まらないと思って、始まらないよみたいな。でもいつ始まるんだろうと思いながらずっとこう待機してるんだけど、1分ぐらい待っても始まらない時あって、そういう時は一回あの落として、アプリ一回アプリ落として、もう一回つけちゃう。そう、普通に繋がってると思ってたら途切れてて、独り言言ってた。そう、それはね結構あるらしい、あるあるあるらしい。なんかそう、止まってるのが分かんないんですよ、配信してる側からじゃ。そう、分からないから独り言喋っちゃう。独り言喋っちゃう、本当に独り言しか喋ってない。あ、そう、配信終了ボタン押せない時も全然ある、全然ありますよ。だからそう、意外とね難しいよね、意外と難しくて。いやー難しいよね。ね、でもそうだよね、でも
そうだよね、そんな感じですよ。嬉しい、ツイッター見てきましたって方いらっしゃる。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、やった、嬉しい、ありがとうございます。うれ嬉しい、嬉しい。あ、もうちょいかな。あ、でもあとまだあるかな。15分ぐらいあとあるかな。ね、ありそう。わかんないけど。ありそうなので、もうちょいね。そうだね。全然時間ありそう。すごいね、今日は久しぶりにお風呂にお湯を張って入りました。すっきりしたって。すっきりしそうだけどさ、暑くて入れないよね。あ、12時47分だって、ありがとう。絶対入れない、もう多分暑いってなって、片足入れただけで暑いってなっちゃう。ダウン。嬉しい。サイン会1個だけ応募していましたって。少ないから無理かもね。当たるといいな。そう、ぜひ明日の13時まで、そう、申し込みやってるので、まだよかったら。サイン会がね、人気みたいなんですけれども、あのサイン会に、そう、まずは人気のサイン会に足を運んでいただいて、まあでも写真ね、一緒に撮りたいとか、あれだけのワンショットが欲しいとかの場合は、そのツーショットかワンショットに行った方がいいんだけど、サイン欲しいよって方は、そう、そちらに行った方がいいと思う。そう、前回からあの裏に書くのを始めたので、そう、サインのやつの裏に書くのを始めたので、ぜひぜひお待ちしてます。そう、その1個前も長くやるよって言ったんだけど、その時はそう、表面だけにちょっと長く書いてたんです、いつもより。でも今回から裏にも書くようになったので、あの、そう、あの前回のサイン会、そう、先週か、先週のサイン会当たってた方はね、裏ぜひ見てください。ってところかな。あの声の全部の日程追加してあって、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ワンショットってスクショってことです。なんかね、あの写真を自動で撮ってくださるので、あの、そう、スクショとかしちゃうと、あの途切れちゃうので、そう、あの皆さんはもう何もせずにって感じかな。自動で撮られます。そう、時々映像いらっしゃるのですよ。そう、でもあの配信繋がなくなっちゃうので、ぜひとも気をつけてください、スクショしないように。そう、前回からサインお得なのですよ、皆様。そう、裏も書いてます、今前回から。なのであの、はい、ぜひお待ちしてます。そう、裏書いちゃってます裏書いちゃってますって、裏取れちゃいましたみたいな感覚で、裏書いちゃってます。でもさ、そうだよね、一瞬スクショだと思うよね。そうだよね、そうだよね、思っちゃうよね。そう、でも自動で撮ってくださります。どうやって手に入るのってサインですか。あのお話し会に、お話し会もサインとワンショットとツーショットの3種類あるんですけれども、サインが欲しかったらサイン会に申し込んで、そう、カッコで書いてあるんですよ、そう、サイン会とかで。
あゆだけの写真が欲しかったらワンショット申し込んでいただいて、で2人で撮りたいよって場合はそうあゆと皆様、皆様ではないんですけど皆様で撮りたいよってあった時にはまあツーショット申し込んでいただいてって感じかな。そうで抽選で当たった方が撮れたりサインもらえたりとかなんで、そうみんなではないんですけれども、そうそうそうみんなではないんだけども当たったらって感じですかね。そうなのでぜひともお待ちしております。書く文字ってあでもなんか裏に書いてるのはその話した内容とかのやっぱさ書きながらだからねやっぱりそうあれになっちゃうから、そうその内容にちょっと触れたりとかまあ関係なく書いて書いた方もいるけど、前回はそれに関連してること書いたりとかはしてます。見事な説明ですね。だって伝わったかな、大丈夫かな。そうだから写真系はそうワンショットツーショットはあのそうスクショはせずにそうってところですかね。そうスクショしたら途切れちゃうよって繋がなくなっちゃうよってところですかね。そう何もしないで大丈夫ですもう何もしないで大丈夫です。そうワンショットツーショット当たった方はもうただただもうそう画面見てお話しして、でもあの秒数が来るので迫ってくるので、そうその秒数だけ気をつけてそうやれば大丈夫かなってところですかね。わかりやすい説明よかったです。そうあでも結構あの秒数がツーショットは確か長かったんだけど、ワンショットだとツーショットよりちょっと短いんですよ、そのカウントダウンが。なのでそう事前にポーズ決めておいていただけるとそうバタバタしないかなっていうのはあります。そう着いた瞬間にそうじゃあこのポーズやってくださいみたいな言っていただけたらなって思います。あ確かに、あとは電波のいいところっていうのと、あとイヤホンを忘れずに、Bluetooth とかワイヤレス系じゃなく、ちゃんと、差し込むタイプ、根元からちゃんと、iPhone とちゃんと、カシャンって、合体する、この方で、の方のイヤホン。有線だっけ合ってる？の方のイヤホンで、やっていただけると、はい。大丈夫ですかね。そうそうイヤホンあった方がね多分聞き取りやすいかなとは思います。聞こえでも時々イヤホンついてても聞こえない方いらっしゃるんですけど、そうでも多分イヤホンついてる方がいいと思うので、イヤホン大事だと思います。特典に当たる裏技ってありますかって、わかんない、ないと思う。あでもあれじゃない、やっぱいっぱい会いに来ると当たりやすいんじゃないすっごいここでいっぱい会いに来ると当たりやすいんじゃないかもしれない、わかんないけど多分聞いたぞ、すっごいここで多分そうです、はいです。そう聞こえない方も時々いらっしゃって、そうでもあゆは結構聞こえないって、そう聞こえないってそうだってね来ていただいてるのにそう聞こえないの本当に申し訳ないから、聞こえないんだけど聞こえてますって、逆に聞こえてますあゆの声だって、聞こえてる場合は
そう、何回か喋っていただくんですけど、やっぱ聞こえない場合はもう愛が一方的に喋っちゃうけどって感じですかね。そう、メンバーの名前を叫びながら抽選すると当たるという都市伝説聞きましただって。らしいです。みんな叫びながら叫びながら抽選してみてください。買ってみようかなって待ってるよ、待ってるよって待ってる。たくさん買いましょう、かっこ小声、たくさん買いましょう、はいはい、はい、あ、57分だってありがとう、ありがとうございます。前聞こえないか不安やったから係員の人に聞こえるか聞いたわだって。確かに確かにそれ大事かも、確かに確かに、そうすればねわかるもんね、確かに。確かに確かに、うわー確かに、嬉しい、ショールーム配信で愛のこと知ったけど私が行ってみたいだって、嬉しい、待ってます、嬉しい、ありがとうございます。明日の13時までです、お忘れなくお忘れなくって、お忘れなく、私が待ってます。あ、はい、そんな感じでこの配信、この配信というか、そう今日の配信、はい、ランキング読んでおしまいにしたいと思います。13位、春風亭三鳥さん、ありがとうございます。12位、和人さん、ありがとうございます。11位、秀人さん、ありがとうございます。10位、あゆちさん、ありがとうございます。9位、ひでさん、ありがとうございます。8位、かんさん、ありがとうございます。7位、もこさん、ありがとうございます。6位カモンさん、ありがとうございます。5位 T さん、ありがとうございます。4位カルボナーラさん、ありがとうございます。3位ギャローさん、ありがとうございます。2位ナミさん、ありがとうございます。1位キンキンさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました、ありがとうございます。はい、ぜひまた明日の時間はちょっと今なんとなく決めてるんですけど、まだちょっとちゃんとした時間がまだわからないので、ちゃんと分かったらまた明日載せますので少々お待ちくださいませ。はい、そんな感じです、ありがとうございました、また明日、バイバーイ、ありがとうございます、バイバーイ、またね。待って、まだ大丈夫かな、待って今一回時間確認して、あ、59分ですもんね、もうそうだよね、22時までなので、はい、あ、すごい傾いちゃう、ありがとうございました、お話し会も皆さんお忘れなく最後に、最後の最後で13時までです、明日の、バイバーイ、バイバーイ。